できる。N1 第っ下。門限父がやかまし屋だから門限までに帰らなくちゃ」「肉親」彼女は肉親の一人を失った家計彼は何代も続く政治家の家計の出身だ再婚 夫を亡くして一年も経たないうちに再婚しては不定妻だ家出彼女の家出に両親はひどく心を痛めたぬくもりあなたのぬくもりをいつも感じている一筋煙突から一筋の黒い煙が上がっている。 あの科学者は研究一筋に生きていた横取り他人のアイディアを横取りすることなんて何とも思わないしぐさ娘のしぐさはとてもかわいい高い、私のおばあさんは74歳で他界しました連中 彼は残りの連中とは別格だひいきひいきしすぎてかえってその人に迷惑をかける愛子今後とも一層のご愛子を賜りますよう気配り彼の細かい気配りは素晴らしい色気 青の色気が薄いあの女は友人を色気のある目つきで見た見栄えあの服を着ると彼女は一層見栄えがする人違い後ろ姿がそっくりなので人違いした初耳君が同郷だとは初耳だ。 落胆、生徒たちは試験の結果に落胆しているようだ記述その経験は言葉では記述できないものだ口頭それは口頭で説明するのが難しそうだよ出題 JLPTN2 では擬態語擬音語に関連する問題がよく出題される。 個別、当院は満世期の個別リハビリテーション体制を強化しています「震度」これは学習の震度を示すために用いる指数である「趣旨」私は昨日の会議の趣旨をまとめました「要点」彼は話の要点が分からなかったようだ。 後回し、私は今まで後回しにしていたことにチャレンジしたい参照その件につきましては10ページをご参照ください「暗証誰がその死を暗証できますか」「一心私はいい大学に入りたいその一心で毎日勉強している」 一都心部の外観を一新する率先部長は率先して計画を実行した彼は率先して悪いことをしていた承認相手の所有権を承認する彼の提案は上司に承認された指名首相はその教授を次期大使に指名した 家庭、博士家庭へ進学を目指している。総数、当社の年間休日総数は120日です。在籍、この学校には600人以上の生徒が在籍しています。彼はその会社に在籍していません。教学、 その名門校は来年から男女共学生を採用することを決定した創立その会社は1950年に創立された名称ベトナムの日本語における正式名称はベトナム社会主義共和国です荷造りガラス食器を慎重に荷造りする。 助言、進路のことで先生に助言を求めたケーキこの失敗をケーキに組織を立て直す物件この物件は住居的にも商業的にも使用できる腕前彼女の料理の腕前は上がってきているネタ 小説のネネタ。ネタを明かす。寿司のネタ加工羊毛を布に加工する代用糊がないので飯粒を代用した銀味この店はよく吟味した材料を用いている手順 どうかもう一度手順を説明してください始末事の始末を見守る彼女を信じたらこの始末だよペットの糞は飼い主が始末してください胎児この薬はゴキブリを胎児するのに効果的だ圧縮空気を圧縮する 人件費を圧縮する複数のファイルを圧縮してメールに添付する近隣我々は近隣諸国との友好関係を維持すべきである物陰物陰に身を潜めるあの男が物陰から躍り出て市長を狙撃した細工 宝石細工師はそのピアスに大きな真珠をはめ込んだ「改装私は家を改装したい」「補強この橋は少し補強する必要がある」「土台私はしっかりした土台の上に新規事業を始めたい」「重い機械がコンクリートの土台の上に据えられた」 図案、今から図案を一部変更することは可能でしょうか外観人を外観で判断してはならない景観その新しい建物は街の美しい景観に合わない確実私は確実勤務だ興奮 その時の雰囲気は興奮にあふれていた奮起彼を奮起させるには何かが必要だろう奮発奮発して新しい車を買うつもりだ奮闘彼らはビジネスの世界で生き延びようと奮闘している。 日没日没は言葉では表現できないほど美しかった夕闇夕闇が砂漠を包んだ投稿私は学校新聞に感想文を投稿した SNS に投稿する際はハンドルネームを使うようにしています当番 彼は確実に当番だ今週私はゴミ当番です長続き私の友人は一年に3つも職を変えた何事にも長続きはしないのだ換算。彼は何でもお金に換算してしまう名義彼の車は妻の名義で登録済みだ 在庫在庫があるか確認しますので少々お待ちください国産政府は国産の自動車の輸出を増やす努力をしている賞味賞味利益それは賞味5 0 0ムある1日働くと言っても賞味働く時間は7時間くらいだ先着 先着100名様に特別割引券をお配りします滞納彼は家賃を1か月滞納したので大家から違約金を請求された利子利子はご預金の日からお引き出しの日まで計算いたしますこのローンには4%の利子が付く手元 商品が早速手元に届きました手取りこの仕事は税引きで手取り月十18万5000円になりますやりくり時間をやりくりしてデートをする軽蔑彼女は社会的地位のない大衆を軽蔑している陰口 陰口を言われるのが好きな人はいない下心彼が親切にしてくれるのは下心があってのことだ敬遠彼は口うるさいので周囲から敬遠されているあのような人は敬遠するに限る行き違い私たちの手紙は行き違いになった。 そのことで二人の間に何か行き違いがあったらしい。一同、皆様に編集部一同より心からお礼を申し上げます。披露、私たちはその実験を披露した。彼は自慢の踊りを披露しています。分断、その小説家の登場は分断に騒ぎを巻き起こした。 誠意彼の誠意のない意見には腹が立った前提私の企画は君の協力を前提としている未練都会生活に未練は何もない発覚首相暗殺の陰謀が発覚した奉仕 科学技術は人類に奉仕しなければそれ自体では無意味である略奪その都市は古代ローマ軍によって略奪された奪還優勝旗を奪還するよう努力しよう身の上身の上を案じる身の上を占う息。 死体を遺棄する。船を遺棄して逃亡した。破棄。彼女は突然婚約を破棄した。専攻。その学校は入学者の選考が厳しい。当選。その候補は圧倒的な票数で当選した。 清掃。彼女は清掃をしてパーティーに出席した「採掘あの国では石油の採掘権は政府にある」「衰退実際は道徳の大敗はローマ帝国の衰退を急がせた」「衰弱過労で父の神経は衰弱した」 事態、緊急事態彼女は事態を把握するのがとても早い訴訟判事はその訴訟事件に判決を下した没収弟は何度も交通違反を繰り返したので免許証を没収された徴収税金を徴収する。 潜入彼は農夫に身をやつして浄化町に潜入した侵入泥棒は裏口のドアから侵入した誘導水先案内人は船を港に誘導する誘致その町は観光客の誘致に努力している。 申請会社は株主優待制度の一環として無料のチケットを申請した贈呈その女優は演じ終わると花束を贈呈された法は東京の交通は飽和状態にある阻止自然環境の悪化を阻止する。 結合原子が結合して分子になる。<music>